こんにちは、アリチンチャンネルです。今回ですね、 UCC の最強の艦艇コレクションの海上自衛隊の妙高を紹介したいと思います。はい、じゃじゃーん、おー、 UCC 缶コーヒーの、はい、景品ですね。おまけ、おー、まあ昔の景品ですから今やってないです。おー、いいですね。最あ日米共演の最強の艦艇です、コレクションです。はい、はい、今回はラインナップの5番の妙子です。おー、はい、今回じゃあ妙子の紹介文を見ましょう。じゃじゃーん、おー、はい、あー、今後型の海上自衛護衛艦ですね、イージス艦です。おー、今後と同じ大気の飛ぶミサイルも追跡できる。おー、いいですねはい、ミサイル型のミサイル護衛艦の妙高ですね。今後型防衛艦の3番艦です。1番は今後で、2番は霧島で、3番は妙高です。いいですね。はい、注意事項です。おー、シルエットがいいですね、これかっこいい同じです。ではじゃあ開けたいと思いますはい、では取り出しましょう。じゃじゃーん。おー、はい、パーツですね。おー、エンジンとマストのところです。はい、おー、船体ですね。おー、あとは、トリセツです。おー、いいですね。じゃじゃーん。おー、はい、日米共演の最強の艦艇コレクションです。はい、ラインナップは、8種類ですね。今回は、はい、5番の妙高です。今後型もありますけど、これ妙高です。今までアリチンはもう大隅、高波、秋月も、あとはあれ、パークを集めてました。あ、はい、今回は妙高です。残りは今後と、ジョージ・ワシントン、クボ、これクボ欲しいですね。あとフリーダムです。米海軍のものです。はい、じゃじゃーん、パッツでーす。おー、この感じですね。はい。これ組み立て式なので、はい、トリセツの後ろにこういうふうに組み立ってますね。おー、船体と、あとは、まあ、細かいエンジンのところです。はい。はい、では、じゃあ今から組み立てたいと思います。はい、じゃじゃーん。おー、今後型護衛艦の3番艦の妙高です。おー、いいですね。はい。艦艇番号は175です。おー、いいですね、相変わらず。おー、クオリティが高いです。ヘリパッドが75と書かれてますね。おー、艦艇番号。はーい、おー、造形がいいですね。おー、細かいところさ、ちゃんと再現されています。おー、はい、イージス艦です。レーダー、平面レーダー。おー、あと、はい、ちゃんと垂直ミサイル発射台です。おー、かっこいいいいですね。おー、はい、景品としてクオリティが高いです。あー、おー、いいですね。これ実はアリチンは1番艦のコンゴと、あと2番艦の霧島を持ってます。はい、まず霧島ですね。じゃじゃーん、霧島。おー、同じですね。おー、かわいい。はい、艦艇番号74です。174です。はい、これは175です。おーいいですね、イージス艦。おー、ちょっとレーダーの塗装が違う、色が違うけど、こっちの方がいいですね。はい、でもう一つの、はい、1番艦の今後です。これは自衛隊モデルコレクションです。ディアゴスティニの。スケールが大きいですね、こっちの方は。おー、すごい、綺麗です。艦艇番号は約73です。おー、73は今後、74は霧島、で、75は、はい、妙高です。おー、本当によくできてる。はい、おー、景品ですね、妙高です。では、じゃあ今から、はい、妙高の紹介文を見ましょう。これは、はい、ディアコスティニの自衛隊モデルコレクションですね。これは今後型、
の護衛艦です。はい、これから、はい、3番目の、はい、3番艦の美穂子です。175です。いいですね。今日ちゃんとフェイスレーダーの色が白ですね。おはい、今後型の3番艦です。お1996年からはい、運用開始で、防空が今する前するですね。お1998年に北朝鮮が行った弾道ミサイルテカポン1号の発射実験の際にその追跡をしたことで有名です。また99年に、はい、不審者でも追跡を行っています。はい、結構大活躍してるんですね。はい、2009年の10月に弾道ミサイルの防衛の能力、BMP が追加されて、でハワイで実際に実験したら成功しました。おいいですね。イージス艦です。おかっこいい。イージス艦です。はい、ということで、おかっこいい現役の海上自衛隊の護衛艦です。今後型護衛艦の3番艦です。美穂子でした。おかっこいいです。では、はい、今から探偵部で展示します。 UCC の最強の艦艇コレクションの海上自衛隊の美穂子です。今後型護衛艦の3番艦の美穂子ですね。イージス艦です。おかっこいい現役の護衛艦です。では今からプチジュラマで展示します。はい、海のプチジュラマです。おお、今今後型護衛艦の2番艦と3番艦が共同演出しています。おお、3番艦の美穂子です。はい、2番艦の霧島です。おお、かっこいいですね。以上です。アルチンタでした。今回は UCC の最強の艦艇コレクションの海上自衛隊の美穂子を紹介しました。はい、じゃじゃーん。おー、 UCC 艦部品の景品ですね。昔の景品です。お、日米共演の最強の艦艇コレクション、おー、ラインナップ全部8種類ですね。今回はラインナップの5番の美穂子です。おー、はい、じゃじゃーん。おー、はい、海上自衛隊の美穂子です。お、今後型イージス艦、護衛艦の3番艦ですね。お、艦艇番号は175です。お、相変わらずクオリティが高い、よくできてる。お、はい、モデルですね、スケールモデル。お、ちゃんと造形が綺麗です。はい、お、垂直、発射ミサイルとか、CIWS とか、あとハーフン、対艦ミサイルとかと、あと対潜水艦の魚雷もちゃんと表現されてますね。ヘリパッドも綺麗です。こうやって後ろにも、はい、ミサイルの発射台が、垂直発射台があります。はい、美穂子は1996年から、
運用開始されて、今も現役で日本の海を守っているイージス艦ですね、護衛艦。とってもかっこいいです。では、はい、チャンネル登録お願いします。またね、バイバイ。